分身東野圭吾。札幌に住む18歳の女子大生氏家真理子は、中学生の時両親を離れて函館で下宿しながら学校に通っていた。母親はとても優しかったが、自分とは目を合わせて話してくれないことで、小学校高校頃から自分は嫌われているのではないかと思い始めた。そして中学生の時、その母が家事で不審死した過去を持つ。父親は母の死について全てを知っているようだった。数年後、火事で亡くなった母の遺品を見つけた真理子は、自分の出生の秘密を探り、自分に瓜二つの双葉という女性の存在を知る。真理子はその謎を解き明かすことを決意し、真相に近づいていく。東京の二十歳の女子大生小林双葉も自分の存在に疑問を持ち始めていた。双葉はアマチュアバンドのボーカルをしていたが、なぜか母親からテレビ出演を強く反対されたのだ。そして真理子と双葉の2人が動き始めるとき、生命工学における禁断の領域が姿を現し始めるのであった。